の日から僕は母さんの影の中にいる。卵サンドが好き。モーモー印の牛乳も好き。意外にも甘いものも好き。運動は苦手。椿ちゃんに頭が上がらなくて、モテる渡利くんがちょっと羨ましい。君はお母さんの影なんかじゃないよ。君は君だよ。君らしく、なんて曖昧なものじゃない。何やったって変わったって関係ない。君はどうせ君だよ。私たちはヨーロッパに生まれてないし、変な髪型でもないもん。私たちはショパンじゃないもん。君の人生でありったけの君で真摯に弾けばいいんだよ。君は時々すごくいいことを言う。何よ時々って。励ましてやってんのに。真摯に。気がめいっているときは頬杖をつくといい。腕は役に立つのが嬉しいんだ。誰の言葉？チャーリー・ブラウン。大きくて節くれだった手、ピアニストの手だ。ほら、やっぱり手が私に触れて喜んでる。ピアノが弾きたいってうずうずしてる。悩んで迷って苦しんで、たどり着いた答えは笑っちゃうくらいシンプルで。